皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今回もねこちらのパークでやっていきましょう。いや今回ねどうしようかな、アイテム持っていこうかな。まあアイテムねこれぐらいね私メグちゃんで持っております。まあ結構しょぼしょぼ系のものとかね持ってったりするんだけど、やっぱ安定の救急キットかな。こちらにしてアドオンの方もね今回つけていきましょう。まあしょぼい感じのところかな。まあこれでねやっていけたらと思っております。さあメンバーはプレステージ3周クローデットだ、フラッシュライト持ち、そしてニアちゃんプレステージ2周、そしてクローデットプレステージ1周とね。いやー今回珍しく血まみれ部屋でございます。いや相当皆さんやり込んでるね。さあこれでやっていきましょう。オファリングはどうかな。霧が濃くなるかな。あとは精神病院に、確実に行けるようになるものと、ただねあのマップの方を確実に行きやすくなるってなってても多分ね 10% ぐらいの確率行けないんじゃないかなっていう感じ。あの緑色がひっくり返ってねほぼほぼ行けるはいけるんだけど、たまにこう弾かれたりしますので、まあ精神病院になれたらいいなっていう感じね。やっていきましょうか。さ、プレステージね今回回している方が結構多いお部屋なんですけど、いやプレステージ3周回している方って本当にね血の滲むような努力が必要だと。そしてプレステージ3周回した後にそのキャラクターをねまた使うために、まあ、またレベル50まで上げていかないといけないのでね、いや相当やり込んでる生存者がいるね。まあプレステージ2周回すのもね本当に大変。まあ私もね最近だとあのクローデットもねプレステージ回して、これでプレステージ1周一応ね2周回したっていうことになるかな。メグちゃんプレステージ1周、そしてねクローデットプレステージ1周と。いやー今回ねどんな戦いになるか、神々でございますけど、どんな戦いになるかな。まあね血まみれクローデットがフラッシュライト持ってるから、いや相当ねフラッシュライトを使い込んでる生存者じゃないかなと思うんだよね。まあ私ってあのあんまりフラッシュライト持ってこないもんだから当てるのもね本当に大変。まあ板壊してる時、あとは生存者を担いで二荷結構に吊るす時とかね、あとは柵越えのタイミングとかでフラッシュライトを当てるのが、まあ、確実に当たるポイントではあるんだけど、どうかな。さあ私今回、おアイテム大丈夫、ひっくり返ってないぞ、 OK。 さあそして生存者3人か、やっぱあれ精神病院には行けなかったね。まあ 10% とか 5% ぐらいの確率で弾かれてしまうのかな。そしてなかなか始まらない、あちょんちょんしてるわ、あみんな楽しそうにねよって感じだよね。あれみんないたんや、4人いた、もしかして、あ今回4人いたんだ。ちょっと二手に分かれた方がいいんじゃないかな、2-2ぐらいに分かれて作業始めていこう。ん1人あれカチャカチャしてるってことはサボタージュ持ちかな。さあそして今回の殺人鬼が一体何だろう。おクローデット来てくれた、ありがとうね。1人が向こうでサボタージュしてるっぽいね。サボタージュもね出入りとかであるので、まあまあちょっとね壊していただきましょうか。さあそして今回もねマウスでやっております。マウスもねこう慣れるために頑張ってるんだよね。ちょっと私これぐらいにしとこうかな、あっちの方行こう。パンやったね、いやパンやっちゃうんだよねあれ、本当に難しくなったんだなスキルチェックの方も。まあね私も何を隠そうよくね失敗してしまう、そんな人間でございます。クローデットがねあそこちょっと走ってたな、来てんのかな殺人鬼。そして私ここら辺にある発電機をちょろっといじりましょうか。さあ今回ちょっと離れて作業と、あそこ2人いるからまあ2人はね頑張っていただいて、で1人がもしかしたら今ターゲット取ってるか、大丈夫かな安全か。おナイス発電機、早いねやっぱ2人で合流しての直しだと。じゃあ私ちょっとこちらら辺にちょっとタッと行きましょうか。ブギーマンか、今回誰が見られてたんだろう、あそこ作業してるな。ちょっと私は別行動しましょうか。お切られている、あそこか、あそこ走ってんな、2人で行動してたところに来たのか、あららそうでもないのかな。ちょっとここら辺ね見させていただいて、走ってんなあそこ、お宝箱だナイス、ん他の人だ、あらら2人切られてるぞ。じゃああれかな、ブギーマンをこうなすりつける戦いみたいな感じで行われているのか、あ
あそこか。さっきクローデットがパーンってやったところの近くだね、きっと。うん。さあ、なるだけ私はね、ちょっと発電機修理しまして、救いに行きたいね。あそこで発電機か。うん。ちょっと手分けしてね、発電機頑張りましょう。さあ、ちょっとね、マウスの方、ただいままだ練習中なんですけど、まあ、なるだけね、マウスに慣れていきたい。なのでもうね、マウスで、これからもしばらくね、ずっとやっていけたらと思います。やっぱりコントローラーと違ってね、索敵する速度が速いんだよね、マウスだと。さあ、そろそろ助けに行きたいけど、できればここをちょっとつけて、あ、嘘でしょ、やられた、傷ついた生存者救いに行った。ちょっと待って、ここ直しきる前に私も救いに行かないと。これはまずいぞ、2人か。お、ストライク、ナイス、ストライクが発動してる。ちょっと私こっちから遠回り、あ、嘘でしょ、救いに行った、そんな状態で。だけどどっちかやられちゃうんじゃない。まずい、まずいわね。そうだよね、ちょっと私あの弱ってる生存者かな。いや、こっちかこっちか。あ、向こう追いかけに行ったんや。ちょっと待って、クローデット、ちょっと、ああ、やっちゃったちょっと、あー、やっちゃった、倒しちゃった。あそこ微妙な距離にいたかな、ちょっと直しきれなかったか。ちょっと待って、まずいぞこれ。おいおい、やばいんじゃないか、2人ダウンだぞ。しかも1人引っ掛けられたらもう次時間があんまりないぞ。引っ掛けられるか、救急キットだからね、ちょっと早めにこちら直しちゃって、早く救いに行かないとね。ハズツルサレの方と、もう一人どうだろうな、今ダウンしてる方に向かってる。どっち行った方がいい、引っかかった方に行った方がいいか。しんなりしてる、こっちいるんだ。ちょっと待って、引っかかった人は後で救いに行って、こちらダウンしてる方をね、今のうちにダウンから救ってあげよう。来てんだって、こっち来てんだってよ。ちょっとあそこの生存者やばいな、これどうなってんだ、後ろ来てたね。あ、担がれた、ニアちゃん、ニアちゃん、ニアちゃん、やばいやないか。向こう救いに行って、救いに行ってるけど殺人鬼も来てる、やばいやばい、私も2壁入ろうか、やばいんじゃない、それまずいよね。急げ急げ急げ、頑張れ頑張れ。オッケー、じゃあ私ここちんまりして、あ、気づかれた、見られたわ、見られたわな、これやばいやばい、クローデットやばい、クローデットやばいで、走れ走れ、よし、私が2壁、オッケー。さあ、ちょっと距離を離そうか、後ろ来てる後ろ来てる、お宝箱これもどうしよう、ちょっと一旦離れての自己治療入れた方がいいね。ここら辺の奥の方かな、もうちょっと奥の方で、お、救った、ナイス。いやでも今回ね、みんなもうズタズタに切られてるからな、ちょっと待ってろ、ちょっと待ってる、あ、やばい、次行ったら終わりなんじゃね、ニアちゃん。そうだよね、メーター半分以上で救ったから、次吊るされたら死亡だ、やば、これ多分死んじゃうから発電機ちょっと集中した方がいいね。ここの発電機もう少しだったんだよね。いや、死んじゃった、うん、ナイス発電機。さあ、殺人鬼が向こうに向かってるから、こっちもつけちゃって、さあ次の発電機目指しましょう。残りあと2つでニアちゃんが死亡と。ん、すぐそこかなりうなってるな。ん、ここだ、この近くだ、そこか、そこ結構治ってたんや。ここも寸止めぐらいかな。おっと、プルッとしてる、あ、やっぱ失敗した、来たね来たね、こっちプルッとこれ来ましたよ。殺人鬼来てるから、ちょっと足跡を消して歩いて、まあ寸止め発電機が1個あるのは確認したから、もう1個だよね。さあ来るか、こっちの方来てない、足跡が残ってたから来てるかと思ったけど、いや大丈夫なのか、もう一回戻ろう。うん、さっきの寸止め、あ、いなくなってる殺人鬼。ちょっと待って、ここつけちゃう、もうほんの少しだからね。一人がね、まだ傷ついた状態。ちょっと待ってよ、これ大丈夫なのかな。一人怪我してる生存者を救いに行きたいものの、どこか分かんないな。で、発電機を先に集中した方がいいかな。まあ、傷ついた生存者もね、多分発電機のところ集まってくると思うんで。あ、来てる。あそこか。あっちだ、追いかけっこか。元気な生存者を今追いかけてるっぽいな。向こうの方に逃げたね、弱ってた生存者。ちょっとそっちの方にね、来てる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 、怖い怖い怖い、ちょっとちんまり、この壁越しっぽいな、そっちの奥の方に行ったんじゃないか。で、なんとかやり過ごしたと。やばい、来てる、近いってよ近いって、これそこだ、目の前のとこいたね、危ねえ、怖い見つけれてないようだね、殺人鬼。で、ここが結構うなってるんだ、あ、だからここ注意してんだね。うん、寸止めか、オッケー、ナイス。さあ
行けるぞゲート、行きましょうゲートに。弱ってる生存者はどう、地下室いるんだ弱ってる生存者。そうなってくると私あそこのゲート行きましょうか。どうかな、弱ってる生存者セルフケア持ってないかな。ちょっと急いでね、ここ開けきれるかな。さあ殺人鬼はやばい、来てる後ろ、クロデットやばいって、離れた方がいいかも。あ、来た来た、マジで来た。ちょっと私が2壁になって注意引こう。さあここ板あるね、オッケー、板倒してちょっと時間稼ぎして、よし、真後ろで今ゲート開けてくれてる、オッケー。ここで私が戻ると危険なので一旦はけて、あの生存者開けきれたかな、ちょっと難しいラインか。さあ私関係ないところで自己治療挟みましょうか。もうねこうなったらね、あのゲートの近くに行くとさらに危険になりますので、自己治療終わってからゲートの方に行った方がいいと。さあ一人脱出、オッケーナイス。そして目の前にトーテムか、ちょっと今回トーテム壊しちゃおうかな、一個ぐらいパンと。もう一人はまだ脱出してないね、うん、まあ多分両側のゲート開いたんじゃないかな。さっき開けようとしたゲートの方に向かった方がいいかな。よし2人脱出、 OK ナイス。あ、うん、近くで音がしてる、まっすぐだ、この先だ、行けるかな、ここだここ、 OK 非常脱出口で脱出と。はい、というようなね結果でございました。いや今回4人中3人の脱出だったね。まあ、かなりズタズタにねみんな切り刻まれていたものの、まあ、なんとかね脱出できたっていう感じかな。ジジと、うん、さあそして今回のポイントは、1万4000ポイントか、まあ、1万5000ポイント近いという感じでございました。今回わあランク1の生存者いたんだ、多分あのフラッシュライト持ってる生存者じゃないかな。はい、というようなね経過でございました。ランク10の生存者ちょっとバグなのかな、パークの方がね一個も表示されていないと、うん、多分最後私と一緒にゲートの近く行ったクローデットがね多分ランク10じゃないかな、同じねランク帯だったという感じでございます。まあ死んでしまった生存者ねだいぶポイントの方は低いものの、まあ脱出できた生存者そしてね殺人鬼は1万ポイント以上でございました。いやー今回もねちょっと難しかったな、やっぱり救出がね鍵になってくるんじゃないかなっていう感じ。そして今回ね生存者がまあ最初リスポーン地点がね一緒だったので、まあ2人1組でね行動していたところがいたので、まあ発電機もね直すのが相当早かったと。さあポイントの方はねもうクローデットプレステージしてね、ただいまレベル3のクローデットをもうガツガツねポイント割り振りまくっております。はい、さあこれでねクローデットもまたねレベル50まで上げきっていきたいので頑張っております。さあレベル4、そろそろパーク出るかな、出ないか。まあブラッドエヴの方がねだいぶ前のアップデートでパークの方がこう2つ表示されるようになったものの、まあレベルが低い状態だとねパークが表示されないっていう感じになっていると。うん、まあコツコツとねクローゼットもねレベル上げて、まあ、この血まみれ衣装の方もね使っていけたらと思っております。はい、まあプレステージしたとはいえね、まあ、ただいまメグちゃんがね誰よりも一番パークが強いので、まあメグちゃんでねもうガツンとポイントをこれ稼いでクローゼット全振り作戦かな。まあクローゼットもねパークがまたリセットされましたので、まあクローゼットはね固有パークセルフケアは必ず出るのは分かっているので、あと狙うのはスプリントバースト、そしてドワイトの、まあ、ボンドも出たらいいなっていう感じ。あとはねローリーちゃんのストライク、うん、とできればニアちゃんのバランスとかもね取れたらいいんじゃないかなっていうところ。まあニアちゃんのねバランスって動画内では使ったことないんだけど、バランスの方高いところからこう飛んでパークの方が発動すると着地した瞬間にねスプリントバーストがどうやら発動するんだよバランスって。まあなので結構ね高ランク帯の人って結構こう変わったねパーク構成とかしてる方が多くって、まあたまにこのバランス持ちの高ランク帯生存者とかもいたりするので、まあそのうちねそういうのもちょっとやっていけたらと思います。ただバランスの方も、まあ、レア度がね相当高くないとクールダウンの方にね相当時間がかかってしまって、まあ再利用できるまでに追い詰められてね
ぶち殺されるとかもありますので、まあ臨機応変にねパークもちょっと見極めてパーク構成していって、あとは戦いに行くという感じでやっていきたいと思います。まあでもやっぱり安定なのはクローデとのねセルフケアは確実で、スプリントバーストもまあ早いうちに取れるんだったら、ね、取って、まあこの2つ最低でも持っていかないと、やっぱり最近の試合はねまあ切り刻まれたり追いかけられたりということもねまあ多いので、ちょっとねそこまずはクローデとでねなるだけ出していきたいと思います。はい、いやー、メグちゃんもねプレステージ2周目かなとも思ったけどね、先にクローデットをね回してしまいましたので、まあクローデットも一定のところまでね頑張ってねポイント割り振っていきましょう、うん、という感じでね、これからもねデッドバイデイライトコツコツと頑張っていきたいと思いますけど、まあマウスの方ね最近ちょっと慣れるためにデッドバイデイライトねやらせていただいております。まあ、マウスの方がね、なんでマウスに変えてるのかっていうと、やっぱりこの索敵する能力がマウスの方が高い。あとはやっぱりこう殺人鬼との追いかけっことかも私はまだできてないんだけど、殺人鬼に追いかけられている時にやっぱりこの後ろの振り向きコントローラーだとねほぼほぼできないんだよね。だけどマウスだとね慣れればそういうのもね簡単にできますので、まあちょっとねこれから高ランクになるのであれば、狙うのであればやっぱりマウスを極めていかないとこれからの試合には勝てない、そんな感じでございます。はい、ということでね、まあこれからはもうコントローラー一切使わずにね、もうマウスに強制してしてね、ちょっと直してというか、まあ、強いね戦いできるようにちょっとマウス操作慣れていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。